皆さん、 FF16 はやっておりますか？今日の内容としましては申し訳ございません。同じスクエニの作品ではございますが、 FF16 ではなくてドラクエ12、こちらについて語っていきましょうか。まあ FF16-16 というところで、まあ発売してから結構時間が経ちましたので、多くの方が落ち着いてきたんじゃないかなと思います。でこのタイミングでドラクエの12の情報が出てきましたので、そこについて軽く取り上げていきましょうか。まあ唐突にこちら情報出てきたから、まあちょっと取り上げていきましょう。はい、まあそんな感じでございます。まあちょっと動画に関しましては、今 FF16 の動画が渋滞しておりますから、そちらを中心に先に出しておりますので、まあ多分この動画1週間後とかに出るかな。まあそんなに急ぎの動画じゃないから、はい、まあそんな感じでございます。じゃあ早速、内容入っていきましょう。でまずはですね、こちら見ていただければわかる通り、ドラクエ12かな、ドラクエ12というところで、まあ、あらゆるメディアに今取り上げられております。まあ、ドラクエ12制作発表か2年、詳細情報なしの理由、従来から大幅変更、来年発売かっていうところで、なんでこれビジネスジャーナルが取り上げているのかっていうところなんですが、まあその他にも、まあ、様々なところで取り上げられております。はい、まあそんな感じなわけなんですが、ここからね、まあ、具体的な話に入っていきましょうか。で今回ですね、ようやくプロデューサーの方が、開発者の方が、口を開けましたと。でそれこそドラクエ12どういった方向性になるのかっていうところも含めて、まああくまで概要程度ではあるものの、現在の進捗について語っておられました。今日はそこについて語っていきたいわけですが、まあ、なかなかね内容が衝撃的だったんであれ結局何だったんだろうって感じなんですけど、じゃあちょっと入っていきましょうかね。まあ個人的にはドラゴンクエストモンスターズ3の方が早く出るということでちょっとびっくりしたんですが、ドラクエモンスターズ3に関しては12月1日に発売予定と、主人公はピサロであると、ドラクエ4の勇者の姿も確認取れているというところで、まあ先にこちらが発売するので、いやいやいや、ドラクエ12よりどちらかというとモンスターズ3の方が気になるぜ、っていうかジョーカーどうしたみたいなね、ツッコミがねいろいろコメント欄とかでありそうな感じがしますが、まあそれは置いときましょうか。で今回取り上げていく内容としましては、冒頭でも申し上げました通りドラクエ12というところで、こちらですね、ファミ通さんの独占記事で、一部明らかとなっておりました。で内容としましてはこちらとなっているんですが、インタビュー記事となっていますね。じゃあちょっと左の方から読んでいきましょうか。さてでは順を追ってお話ししていきたいところですが、まずは何よりも今年はドラゴンクエストが誕生から37年、37ってすごくないですか？とんでもねえな。うん、まあ、35周年に合わせてドラゴンクエスト3のリメイク版が発表されまして、さらに最新作ドラゴンクエスト選ばれし運命の炎、まあ11ですね、もうそろそろ、あ、11じゃねえわ、12だ11は前作だな。だってかさ、11のあれオフライン版って結局どうだったんだっけ？なんかオンラインとオフラインあるけどさ、あれ皆さんどっちやってますか？そうだそうだ、なんかそれも気になってたんだけど。でまあ、次回作の選ばれし運命の炎もそろそろ発売になるんじゃないかって噂も流れていますが、堀井さんという方が今回担当者となっておりまして、で堀井さん曰く、もうちょっとですかね、今回ちょっと大人向けに作っていたりもするので、アダルト向け大人向けだってさ、ちょっとこれ気になってくるね。なんかこう見てみると FF16 とはやっぱりコンセプトが根本的に違うよね。まあ、例えば FF16 の場合だと、まあ、誰でも楽しめる、まあ、それこそ子供から大人まで、楽しめるような、かつ、アクションゲームが苦手な方でも楽しめるアクション RPG を作っていきたいと。でそれこそ FF を初めて手に取っていただける方でも楽しめるような内容にしておきますということですね、プロデューサーの方がおっしゃっていたかと思いますので、で実際にやってみるとその通りでした。まあ、そういったところで、なんかどちらかというと万人向けするように、まあ、マニアとかファン向けに作っているというか、万人向けみたいな感じで FF16 は作られておりましたけど、ただ今回は FF16 ではなくてドラクエ12というところでコンセプトが異なっているというところですね。
で、まあ、どちらかというと大人向けというところで、まあ、既存版向けなのかなと思いました。で、その過程においていろいろ苦労していると。で、コロナ禍もありましたしね。なんかコロナ禍ちょこちょこ出てくるけど、もうなんか結構時間経ってる気がするけどね。いや、まあいいけど。で、ゲームのプログラマーさんとかデザイナーさんは基本的にリモートで働かれているんでしょうか。まあ、そうですね、もう1年ぐらい会社に来ていないっていう社員もいますよ。いいね、1年ぐらい来てないか。めちゃくちゃいいですね。まあ、俺もあんまり行ってないけどさ、あえて会社のパソコンを使わなくても家で仕事ができちゃいますからね。なるほどね。てか、普通に会社のパソコンを家に持って帰ったらいいじゃん。シンクラにしたらいいんじゃないの。まあいいや、コミュニケーション上の問題が発生したりはしませんが、基本的にはズームを使って連絡を取っています。僕は人の顔と名前を覚えていられないから、ズームだと下に名前が出ていてちょうどいいんですよね。それわかるわ。登場人物多いとそうなっちゃうよね。堀井さん、名前を覚えていただくにはどうすればいいんでしょうか。わらと、まずはたくさん会うことだろうね。あと、僕みたいにたくさん、ご飯をご馳走して餌付けする。なるほど。っていうところで、まあ、ちょっとコント風に書かれておりますけど、まあドラクエ10に今まで、情報が出てきませんでした。まあさっきね、冒頭で、ジャーナルの記事かなに触れていたと思うんですが、まあ結果としましては、ドラクエ12の発表から全くなんか動いていないっていうことがこの度改めて判明しました。で、特にそのストーリーであったりとか内容に触れるような内容は特段なくてですね、まあ、こういった形で、今ちょっと大人向けに作っているのでお待ちくださいということで終わってました。なので、まあ結論申し上げると、まあおそらくほとんど進んでないんでしょうね。まあ理由についてはわからないけど、たださっき触れていたドラゴンクエストモンスターズ3とか、まあそことはチーム自体が分かれているかと思いますので、まあ一部兼務の方もいるかもしれないけど、ただそういったところを踏まえると、なんかここ2年ぐらい何してたんだろうっていうのがね、ファンの間では、今話題となってます。まあ特にツイッターとかでは、え、この2年間進捗それだけ、大人向けに作っているそれだけみたいな感じで、ちょっとすげえ驚かれているような内容が結構ございますね。まあその証拠に、まあこういった形で、他のメディアからもまとめられていて、制作発表会にね、詳細情報なしの理由っていうところで、まあそれの理由っていうのが先ほど申し上げた通り、なんか大人向けに作り込んでいるっていう内容がね、示されておりました。まあ、従来から大幅変更ということになっておりますが、本当に大幅変更になってるのかどうかっていうところが謎ではあるものの、果たしてドラクエ12いつ発売なんでしょうか。なんか噂ベースではございますが、来年発売するという話になってきてはいるんですが、個人的にはそれ間に合うのかっていうところがね、まあ、率直な疑問ではありますかね。はい。まあ、そんな状況でございます。皆さんどう思いますか。ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ドラクエ10に選ばれし運命の炎は果たしていつ出るのかっていうところですよ。で、一応ですね、ウィキペディアも、これ作られているんですけど、なんかすごい内容だね。選ばれし運命の炎、終わり。本当に終わってるやん。いやーけどこれすごいな。まあ、対策ではあると思うんだけどさ、なんか FF16 の方が個人的には期待できる感じがしてきたぞ。大丈夫か。なんかドラクエ10に不安しかねえんだけど、どうなんだろうね。まあ、そんなところで一旦動画終わりましょうか。なんか久しぶりにドラクエ12の情報が出てきたなと思ったら、なんかこのような情報で大変恐縮ではございますが、まあ現状ほとんど進んでいないということが発覚しましたので、なかなか衝撃的でした。まあ想定外っちゃ想定外ではあるけどね。はい。ってことでお疲れ様でした。